侵略される。俺たちの未来は彼らに託すしかない。未来を変える唯一の希望だ。うん、ああテレビ見ながら寝落ちしちゃったのか。未来からのメッセージどうか受け取ってくれ。海外で続いていたクローン研究ですが、日本でも研究所が立ち上げられることが発表されました。倫理問題が争点となっており、ああ風呂入ってくっか。クローンが我々の生活にどのようなメリットを与えていくのか、今後期待されていきますね。おはようございます。ってもうみんな集まってたのか。遅いよ。悪い、変な時間に目が覚めちまってさ。みんな1時間前には事務所に集まってたんだからな。嘘つけ、みんな今さっき来たんだから似たようなもんだろ。あれてか今日って配信用の動画撮るんでしょ。そうそう、動画の内容何がいいかなって相談してたんだけど、映画の話で盛り上がっちゃって。映画、ほら昨日深夜映画全部やってたから。はあ、SF ね。面白いよね。俺は苦手なジャンルだけどな。SF って難しい。なんだデジャブ、この会話、この流れ、なんか体験したことある。デジャブってこんなにはっきりと分かるもんだったっけ。じゃあ今回の動画は映画のプレゼンをするってことで。おーよっしゃ。おう、てわけで俺はこの映画をおすすめしたいんだよね。あ、配信サイトにあるはずだからみんな見てみて。おう、オッケー、見るか。え、ちょっと待って。何、どうしたどうした。カメラ録画されてなくね。ここまではっきりデジャブが続くことなんてあるか。撮れてない。はぁ、マジで。めっちゃいい感じで進んでたのに。これは体験したことのある記憶。確かこの後は録画できてるか確認しなかったせいで。そうだ、みんなの携帯が鳴る。おう、やっぱり俺はこの日を一度体験したことがある。誰か怖えよ。でも一体なぜ。電話かな。ああメールだ。うん、俺もメールだった。な、俺もこんな同時にメール来ることある。一斉メールかな。それにしては数がえぐくないか。だよな、誰からだろう。ヒョウマン。なに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 。まあ話聞いてた、スパムメールが来てるって話。ああ、いやでも全員同時に宛先不明のメールなんてもらうことあるか。スパムだとしても業者が大量に送ったんじゃない。ほら件名も文字化けしてて読めないし、スルーでいいんじゃない。まあそりゃそうか。すべて体験したことがある記憶。一体俺に何が起こってるんだ。ほらヒョンマにもメール来てたでしょ。消した方がいいよ。今開いた途端に感染するメールとか流行ってるし、消した方がいいよ。ああほらスマホとか乗っ取られるしね。まあそうだよな、それは嫌だわ。消しとくわ。起動起動、危機回避プログラムを起動、時間干渉プログラムを実行。このままではあいつらに侵略される。俺たちの未来は彼らに託すしかない。未来を変える唯一の希望だ。ああテレビ見ながら寝落ちしちゃったのか。未来からのメッセージどうか受け取ってくれ。いや待て、俺みんなと撮影して、あれこれ昨日見た映画、いや今日か。くそ、わかんねえ。一体何が起こってるんだよ。